瀬戸内海国立公園は瀬戸内海を中心とする国立公園。1934年3月16日に雲仙国立公園、霧島国立公園とともに日本初の国立公園として指定された。その当時の指定区域は東から小戸島の寒河系、香川県の八島、岡山県の和柴山、広島県の友の浦。 沼熊町周辺の美山瀬戸を中心とした一帯のみであった。その後、過去数回にわたり、区域の拡張がなされた。現在は、西は、下関市の日の山から、北九州市、東は、和歌山市にまで及ぶ広大な公園となっている。寒隔系指定特別地域最下先など分布としては、公式ウェブサイトのほか、秋文社発行の日本地図帳などにわかりやすく、 記載されている、六甲山地道公園における陸地の指定地においては、最も広範。古くから、風光明媚な瀬戸内海を望む、継承地として知られ、とりわけ信仰の対象として推計され、大龍寺や天井寺など多くの社寺が構える一方で、ほとんど開発が行われなかった。明治時代になって、別荘地として明け、今日に見られる高級リゾート地の基礎となった。 最高峰である六甲山をはじめ、真ヤ山、西イ山、長峰山等がそびえる。地質は、河口岩が主であり、採石も、盛んに行われてきた。また、西宮市にある宝来橋は、河口岩の岩柱が無数に喫立する気象として、名高い。一帯には、日本有数の名島である有馬をはじめ、竹田尾などの温泉地がある。マヤ山、塚星台は、 日本三大夜景としても著名である。ハリマナダ沿岸、ハリマナダ沿岸の指定地としては、阿古市の三崎佐古市浦沖の幾島室津海岸、辰野市の新舞子海岸に至る沿岸部一帯が該当する。新しい舞海岸は、スマ区の舞子海岸に似た材質を持つ、砂浜海岸、そして室津海岸、国の天然記念物にも指定される幾島、小豆島や家島を演望する岬と続く。 また、室津や佐古市は、古くから、風町の港町、青炎行で栄えた町として知られ、今も、古い町並みが残る。赤尾岬から、室津海岸の間の愛よ市の金ヶ崎は、万葉集に、金ヶ崎で読まれた句が残っている。家島諸島姫路市の家島諸島では、家島の南岸一部とそれ以西の島のほぼ全部が、含まれる。典型的な沈水海岸であり、 溺れ谷などが発達し、変化に富んだ海岸が見られる。淡路島淡路島では、明石海峡を挟む松穂の裏、塩鳴る山など、北岸の一部、砂丘陵の三尾県山近辺、孫山、仙光寺一帯、大浜海岸と三熊山、由良海岸と一部山岳地帯、譲る破山地の一部及び沼島、喜びや松原、そして鳴門海峡沿岸の一部が、指定区域である。 理由は様々であり、自然継承として名称指定される喜びや松原、ゆら海岸、貴重な植生が見られる三熊山、ゆずる波山地、沼島などがある。和歌山県における指定地は、加だ、和歌浦の2か所である。加田、友ヶ島加田は古くは、気候地として栄えた港町。今日ではその面影は見られないが、霊細な漁業が中心である。 遠く四国を望む継承地であり、友ヶ島は北海峡に位置する無人島。第二次世界大戦中の砲台跡が見られる。新若浦、西崎新若浦は万葉の歌垣として知られた若浦の西部に位置する継承地。戦後、観光開発が進み、沿岸にはホテル、旅館が集中する。変化に富んだ海岸線や海色崖が見られるが、 近年は開発によって著しく姿を変えている。指定特別地域として保護される最葛先は新和河浦の裏で紀伊水道に位置する。日清諸島、日清諸島、日清諸島は岡山県南東部に位置する島所群であり、様々な特徴を持った島が点在する。大鳥島はリゾート開発が盛んな観光拠点、角井島は 名の通り野生自家が生息する島で、保護区が多い。大田伏島は古くは、風町の港町として栄えた島であり、鶴島は流景の島であった。また、本土の日清町にある、夕田中継山も、指定区域となっており、展望所がある。牛窓牛窓は、日本の英業界の異名を取る町であり、温暖な気候である。また、オリーブ栽培は盛ん。本土の株崎。 当初部の前島が指定区域。小島半島小島半島一帯は著名な和柴山や王子が、竹、渋川地区の他に、いくつかの指定区域が点在する。先の他に、出先、十禅寺山、東高寺山、八条岩山、龍王山、床山などが指定されており、床山は床神社本宮の保護林でもある。十禅寺山は、平安時代に、 山岳仏教で栄えた霊山であり、直島諸島を一望できる。王子が、竹、渋川海岸小島半島南部の倉敷市と玉野市の境に位置する王子が、竹は、風化した巨大な花崗岩が露出する山頂からは、広大な備え山瀬戸に面する遠くは、佐抜屋島から、和芝山や瀬戸大橋までを一望でき、麓の砂浜から標高。 約230メートルの山頂まで連続する景観と一体となった瀬戸内海特有の絶景を楽しむことができる。現在ではその地形を生かしたパラグライダーやボルダリングの名所としても知られ、パラグライダーでは山頂から海岸まで一気に滑空できるポイントとなっている。ふもとの海岸と連続する渋川海岸は、 日本の白車聖0百選にも選ばれており、海水浴客で賑わいを見せる。公園設置当初から指定されている地区の一つ。下津井、和芝山小島半島最南端に位置する和芝山は、同国立公園を代表する継承地の一つ。下津井和芝山として国の名称に指定されており、公園設置当初から指定されている地区の一つである。 河口岩の著しい風化によって造形された景勝地であり、江戸時代より天下の絶景としてもてはやされた。古くは風町の港として栄え、現在も下津井などに古い港町の町並みが残されている。近年の瀬戸大橋の開通によって著しく景観を変えた。寄島、笠岡湾県南西部、水島灘沿岸にも指定区域が点在する。 カブトガニの生息で、名高い笠岡湾が知られる。他には、観拓によって、陸続きとなった寄島園地、青須景花、笠岡市南東部の御竹山などが指定。アブトミサキトモノウラ、アブトミサキトモノウラは、広島県福山市南部に位置し、同公園を代表する継承地として知られる。瀬戸内海国立公園会所当初の指定地の一つ。 トモコや潜水島などを含む地区で内海交易や気候地、中継貿易地として発展した。とりわけ、福前寺境内にある大長老から望む潜水島は、朝鮮通信士の陸二彦により、日東第一継承と絶賛されたことは有名。また、潜水島自体も雄大な海食崖や海食道が見られ、変化に富んでいる。最高峰の大目線は、 瀬戸内海を一望し、観光遊歩道が設けられている。また、友は文化地区としても価値が高く、現在も当時の港町の繁栄を残す街並みが残り、古くからの社寺も見られる。阿武ト岬は、友のすぐ西部に位置する岬で、平家物語にも登場する。会食が剣になっており、その頂には、国の重要文化財の岩大寺観音堂がある。芸予諸島芸予諸島は、 瀬戸内海の中で最も密集した諸島であり、展望地が多い。三原市の筆影山は、その代表で、ここから眺める瀬戸内海の多頭美は、同公園でも指折りの景観と言われる。また、尾道市の鳴滝山、向島の高見山、竹原市の黒滝山などが遠望の名所。芸与諸島東部では、因島、生口島、大崎上島や下島などに点在。 戦時中の毒ガス交渉があった多くの塔も指定地。因島は村上水軍の拠点があったとされる白滝山、島中央部の天狗山、南部の因島公園や天狗花などに分布。幾知島は南西部の観音山のみ指定されているが、工場寺や工造寺など著名な寺が多い。時灘に面する京与諸島西部は大崎上島南東部の神、峰山。 大崎下島東部、峰寺山一帯が指定地。また大崎下島には近世に、風町の港町で栄えたみたらしの集落がある。野呂山、旧山、倉橋島野呂山は、県南部に位置する標高839メートルの山で、全棚山と具法寺山の総称。瀬戸内海沿岸の山では最高峰であり、眺望が素晴らしく、 サザナミスカイラインという自動車道が整備されている。旧山は呉市街南西の半東部を構成する標高497メートルの山。同じく眺望に優れ、スカイラインが整備されている。倉橋島は温度の瀬戸によって結ばれている広島湾の島。部分的に指定されており、島東部の亀が首、南部のカロートやカツラ浜が指定地。宮島。 極楽寺山宮島は前頭が指定区域。正式には五福島と呼ばれ、神を五福島という意味を持つ。古くから聖地として知られており、手付け数の自然が残る。三つ山原子林は国の天然記念物に指定されている。極楽寺山は2日市市北部にある山で、同公園における本州内陸部の指定地では最西端にあたる。 新言州の古刹である、極楽寺がある。境内からは、瀬戸内海を一望できるほか、境内は、戦時中も伐採されなかったため、もみの自然林が残る。防与室津半島の南端にある大座山と、須尾灘に面する佐合島、馬島、そして、八代島の門樹山、加納山、蘇世、白木山、そして、東端の沿岸部が指定。その周辺の島所群も大半が、 指定地となっている。周南光市には白車青少の海岸で、名高い室積海岸、虹ヶ浜海岸がある。その内陸に位置する仙望山も指定地。笠戸とひらめで、長いか戸と島は沈水海岸による複雑な海岸線が見られ、釣りやキャンプなど観光の島。徳山湾では東に突き出た半島部や周辺の島々が指定地。 半東部に大海山、竜宮岬などがある。下関関門海峡近くに点在。内陸では、関門海峡を望む日の山と、関門海峡に孤立する、漢樹樹林、万樹樹林が指定。校舎の二つは小島に孤立する、原生林でスダジリなど団地性の植物が繁茂、弓宮神社の飛び地境内として保護されてきた。また、神宮皇后の統制にまつわる逸話がある。 下関市、段の浦の日の山は、同公園の最盛端。戦時中は、下関要塞地帯で、砲台や兵舎、備蓄倉庫などが配置されていた。公園整備されており、有料道路の下の関市日の山パークウェイ、下関市日の山ロープウェイが設けられている。鳴門海峡鳴門海峡は、鳴門の渦潮で知られ、その海峡を望む海岸部一帯が指定されている。 一帯には、大毛島、島田島があり、その全域及び小鳴門海峡となる都市し東端の岡崎海岸が該当。大阪峠香川県と境界を成す峠。古来より、猿木さん無役声の難所として知られ、自称、樹栄の乱の舞台にもなった。頂上からの見晴らしはよく、小戸島などを演望する。なお、同公園には指定されていないが、 徳島市西部の美山も瀬戸内海遠望の地として有名。小豆島小豆島の代表的な景勝地は寒河系である。その渓谷首と一面瀬戸内海のパノラマは、同公園の景勝地の中でも最大のハイライトとも言われる同国立公園設置の契機となった地区でもある。その西部には野生猿の絵付けで知られる長子系がある。その他の指定区域では、 島東部の海岸線一帯、南東部の五石山山六、南端の白浜山、西部の大登山一帯が含まれる。五石山は、衝動島八十八箇所の一番札所として知られる。大登山は、安山岩による溶岩大地であり、王神天皇が神白を手植えしたという伝承が残る。直島諸島と島、直島の一部と、男、木島、女木島全域が指定。 豊島は、地元悪徳企業に橋を発する産業廃棄物不法、投器問題で揺れた島、長年の住民運動の末、なんとか本来の自然を取り戻しつつある。直島は、その廃棄物の受け入れ口があり、島の南部が指定。男木島は、原平合戦のナス与一の扇が漂着したことで、扇島がなまったものとされる島。男木島灯台は映画、喜びも悲しみも、 幾歳月の舞台となったことで知られる。一方、メギ島は鬼ヶ島とも呼ばれ、桃太郎伝説と関わりが深い。北部にある足が、峰頂上には洞窟があり、鬼の住処であったと言われる。東山香川県東部は、特に有名な継承地があるわけではないが、小規模な指定地が点在する。白鳥海岸、琴林公園、大串岬が該当する。 白鳥海岸は複雑な地層が見られる断崖で、特に鹿浦越のランプロファイアガム役は国の天然記念物。琴林公園は樹齢600年の黒松が立ち並ぶ四国有数の松原で古来より風流人に親しまれた地であった。名の由来は海風の将来にちなんでいる。大串岬一帯は大串自然公園として整備されており、 観光開発が著しく、ワイナリーや、テニスコート、温泉施設、野外音楽ホールなどが設けられている。屋島、五ご山屋島は、県中央部にある、海石溶岩大地。半島上に突き出しており、近世までは島であり、浅瀬で隔てられていた。東部の壇の裏は、平家物語の屋島の戦いで知られる。頂上には、四国88カ所の屋島寺や屋島水族館。 土産物屋などが立ち並び、県を代表する観光地となっている。五県山は、薬理寺があるため、薬理山とも言われる岩峰、ね。山腹には、ケーブルカーがあるが、頂上へは鎖を伝って登るほど険しい。一帯は、味石という良質の河口岩の産地でもある。四湧諸島四湧諸島はほぼ全島全域が、指定地となっている。四湧水軍の拠点として知られ、 歴史上数多くの役割をこなしてきた。本島の笠島地区は重要伝統的建造物群保存地区。広島は広島県との区別をつけるため、さぬき広島とも言われている、同諸島最大の島。良質の河口岩を産出するほか、トライアスロン大会が行われる。吉島は瀬戸大橋開通によって、乗降可能になった島で、パーキングエリアがある。 城山、飯野山五色台は、井のしシり山を最高峰とする第一上の産地で、メサやアビウトが発達している。また、表面上の溶岩や植生などの色合いから、名付けられた、白鳳山、黒本、紅れないの峰、西鳳、そして木の峰の山々があり、それが、名称の由来となっている。四国八十八カ所の寺もあり、観光客が多い。城山は、 五色台の西側に位置する山。朝鮮式の山城があったことから、国の史跡指定を受けている。飯野山は、佐抜富士の異名を取るビルト状の山。端正な形で知られる。生産生産の指定地は、琴平や善通寺、省内半島、そして銭形で知られる琴団公園などがある。琴平は、琴平山などが、指定区域であり、中腹に琴平郡がある。 古くから琴平信仰の聖域として保護されてきた。その東側にある河廃市山や上の山は工房大地空海に関わりが深く、全通寺界隈の景観と一体化した文化的景観の様相が強い。庄内半島は浦島太郎伝説で知られる半島。最高峰の潮出山からは瀬戸内海を360度展望できる。周囲には 三豊市の阿波島や津田島などがある。琴弾団公園は、白社聖章の有明浜に、砂で描かれた、官営通報があり、銭形祭と呼ばれる、見事なもの。芸与諸島岩城島の関前山、粋名島の立石山、湯華島の松原海岸、久塚佐山、大三島のわしが島山、博多島の宝小山や海山、大島の木朗山、八幡山、念仏山、 シ坂島のミの島などが指定地。大三島は大山住神社が鎮座する神の島として知られる。粋な島の立石山は波間殿、サウンドパークと称して自然一体型の公園が整備。海山には展望台がある。高輪半島東部に指定地が点在する。白車聖章で知られる桜井海岸や鴨池海岸、唐子浜、橋浜、大津の花。 瀬戸内海を遠望する、近県山、中世の山城が置かれたよ、田山、笠松山などがある。県中部松山市西部や四十島瀬戸を挟んで、位置する五五島、伊豆市山などが指定区域。伊豆市山は同国立公園の最南端にあたる。新聞州の古刹、伊豆市寺が立ち、境内からは瀬戸内海や文後水道を一望する。 佐タ岬佐キ岬半島の先端部分、佐タ岬が指定区域。一帯は国内有数の船の難所で知られ、文後水道の潮流によって侵食された海色崖や中央構造線が通ることから断層崖も見られる。詳しくは佐タ岬を参照。関門海峡福岡県の指定区域はごく一部で、北九州市もじ区の若目り山付近のみである。 国崎半島国崎半島での指定部分は限られており、両湖山の山霊部分のみである。この一帯は放射状に過酷が発達しており、至るところに矢バ系のような景観が見られる。なお、国崎半島は、六号万山文化の拠点としても知られ、仏教文化を理解できる場所として、中山千教、大不動岩や、木城、両湖寺などがある。高崎山高崎山は、 大分市西部、別府市との境界付近に位置する標高627メートルの山。野生の日本猿の絵付けで知られており、約2000頭の猿が3群に分かれ、生息している。高崎山の猿及び猿生息地は、国の天然記念物指定も受けている。なお、同地域はもともと、昭和9年に、あそこ国立公園の一部として指定されていたが、 昭和31年に分離、瀬戸内海国立公園に編入された、得意な経歴を持つ。姫島姫島は、国崎半島北部に位置する島で、全島が指定。四つの火山島が、サスによって繋がれている珍しい構造で、小さな島の割には、変化に富んだ地質を見せる。民族学的には、姫島盆踊りが知られる。高島宝余海峡に位置する、無人島。 波の侵食が激しく、無数の破食地形が見られる。また、微牢や河など亜熱帯性の植物が繁殖、海猫の餌装地としても知られ、自然が豊富である。中、以下のものは2006年3月31日、現在のものであり、今後合併によりなくなる予定の市町村も含まれている。ありがとうございます。